前は何者だ？あ、俺モガミシュンだ。別の世界からこの世界に呼ばれてきたんだ。別の世界？うん、もしかしておじいさんが虎の勇者って、あれ、虎の勇者って大昔の人だったような。かつてはそう呼ばれたこともあった。え、今は石子仙人と名乗っておる。仙人？そっか、仙人なら超長生きでも不思議じゃないもんね。じゃあ仙人様って呼ぶね。好きにしろ。で、別の世界の者が何の用でここへ来た？あの、俺ここに虎の十二神王のカードがあるって聞いてきたんだ。だからそれを譲ってもらえないかなって思って。お前それを誰から聞いた？え、誰って？エトだけど。エト新森家の者か。ねえ、カードはここにあるの？ああ、ある。本当に？やった！なぜお前はカードが欲しい？もちろん、カズヤからエグゼシードを取り戻すためさ。そうしないと邪神王が復活しちゃうんだ。だから。っていうか、仙人様も勇者だったんでしょ？だったら俺たちと一緒に戦ってよ。それはできない。え、なんで？わしには戦えない理由がある。理由？だからお前が持って行け。バトルスピリッツダブルドライブは楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。あれが虎の十二神王？あれを俺に？本当にいいの？いいとも。はあ、すっごい試練とかがあると思ってたのにな。じゃあ遠慮なく。まあ、いっか。なんだよもう。何をしておる？持っていけと言っているだろう。ああ、わかった。結界ってやつだろ。ずるいぞ仙人様。そんなの取れるわけないじゃん。そうか。え？できるぞ。え、なんで？自分の時は結界を消してるんじゃないの？違うな。お前はこの虎の十二神王のカードを心から欲しいと思っていないからだ。そんな、欲しいに決まってるじゃん。いや、確かにカードを手にしたくないお前が心の中にいる。
心の中に。どういうこと？自分で探せ。答えとは自ら探し出し、その手で掴むもの。それこそが真の答えなのだ。そんな、あ、ちょっと仙人様！仙人様ってば、意味わかんないって、ちょっとくらい教えてくれたっていいだろ。俺小学生なんだぞ、難しすぎるって。くそ、完全無視かよ。いいよ、なんだかわかんないけど、とにかくやってやる。絶対カードを手に入れてやるからな。ああ、しんど、ったくシャレにならんちゅうの。ちょちょちょ、分かってる分かってる。赤の小僧がわざわざ登ってったってことは、この先にお宝があるに違いない。俺様はこう見えて自分のためには手間暇惜しまない頑張り屋さんだからな。まだ見ぬ十二神王ちゃん、今行きますよ。いやいや、お前みたいな毛玉雑巾に用はないっちゅうの。あっち行き、シシ。シャー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 。やるね、いいぞシャウシャウ。で、シャウヒー、気合いだ！気合い、気合い、気合だ！まだまだ！よし、これだけ重くすればそう簡単には飛ばされないぞ。諦めると思ったら大間違いだっちゅうの。けぇね、十二神王のためならどこまでも。シャ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 。え？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 うわぁ！そんな！俊太兄ちゃん、どうしてるかな。お腹空かせてなきゃいいけど。頑張れよ、俊太。情けない顔してんだ俺。ビリ、いい、いや、なぜ山に登るのか。そこに十二神王のカードがあるからだっちゅうの。シャウ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 。もう一息。あ、またです。もしこのまま十二神王のカードが手に入らなかったら、俺どうなっちゃうんだろう。サッピージャンプドライ。1、2、1、2、3。よし、今日こそはやってやる。見てろよ、いくぞ。ちょっと待ったなんだよ。あ、
に。サンドラッド。赤の小僧発見。ってことは。チュチュン。あれが十二神王のカードか。そいつは俺がいただきだっちゅうの。あ、待てよ。そこには結界が。待てと言われて待つやつはいないっちゅうの。え、嘘、なんで。十二神王は俺のもんだ。そんなバカな。いただき。うそ。おろ、脱げない。くそ、どうなってんだこいつ。まだまだ。でもなんであいつだけ。なぜあの男が円の中へ苦もなく入れたかわかるか。なぜってもしかしてサンドラッドの方が俺より虎の十二神王にふさわしい勇者だってこと。それはない。だよね。じゃあなんで。あの男には迷いがない。十二神王を手にすることだけに無心であったからだ。無心？よく見るがいい。あの縁はお前の心だ。そして縁の中に吹く風こそがお前の迷い、十二神王を手にすることへの恐れと言っていい。あの男にはそれがなかった。ちょっと待てよ。俺が怖がってるっていうのはどうして。お前は十二神王を手にすればまた恐ろしい強敵たちと戦わねばならない。そしてまた敗れたりしたらどうなるか。お前は己の心の奥底に潜む敗北への恐れに押し戻されていたんだ。そんな違う。俺は怖がってなんかないよ。本気で虎の十二神王が欲しいんだ。ならば恐れから目を背けるな。真っ向から向き合い、それを乗り越えてみせろ。真っ向から。俺は怖くなんかない。逃げてなんかいない。それを仙人様に見せてやる。怖いことなんかあるもんか。負けるもんか。ここで怖がったら同じじゃないか。俺は全国チャンピオンで赤の勇者だ。ビビッとビクトリーの最上俊太だ。お前なんか怖くないぞ。異世界より迷い込んだ偽りの勇者、真の勇者である我の裁きを受けるがいい。暗く深き闇より来た紫をまといし竜王よ。召喚辰の十二神王ウロボリアス。まさか忘れたわけではあるまい。ウロボリアスの呪縛の力を。何もできず、ただコアを失い、全てが消えていくあの絶望を貴様はまた味わいたいというのだな。だろうな。貴様などそうやってただ怯えて立ち尽くしているのが関の山だ。行け、ウロボリアス。
貴様にはそうして惨めに地面を這いつくばる姿がお似合いだ。勇者の名を語る偽物め。偽物なんかじゃない。エクセシードは間違いなく俺を選んでくれたんだ。いいや違うね。カズヤ、エグゼシードは俺を選んだんだ。まぐれでチャンピオンになったお前じゃない。エグゼシードにふさわしいのはこの俺、タイガカズヤだ。違う。違わないね。違うって言うなら証拠を見せてみろ。バトルアーマーオン。もう一度この俺に勝てるもんならな。どうした、かかってこないのかよ。そりゃそうだよな。だってお前はもう気づいてるんだ。何度やったって俺にはもう勝てない。すでに決着はついてるんだってな。そんなことあるもんか。だったらこいつを倒してみろよ。いでよ俺のキースピリット。怒りの炎で全てを蹴散らせ。召喚馬の十二神王エグゼシード。エグゼシード、行け、エグゼシード。あいつにお前の力を思い知らせてやれ。やめろ、やめてくれ、エグゼシード。あ、見たか、これが俺の力だ。エグゼシードは俺のものだ。認めろ。お前は怖いんだ。もう一度破れる。赤の勇者で亡くなるのが世界を救う。十二神王のカードを手に入れる。そんなことはお前には無理だ。無理だ、無理だ。お前は怖いんだ。二度と勝てなくなることが怖いんだ。怖いんだ、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 怖い、怖い、怖い、怖い。そうか、やっとわかった。俺は怖いんだ。辰巳に勝てないまま和也にエグゼシードを取られたまま、俺が勝てないせいでスピリッツワールドも、俺たちの世界も、みんな邪神王に滅ぼされちゃうのが、俺は怖い。でも俺が本当に怖いのは、もうバトスピができないことだ。ならば恐れから目を背けるな。真っ向から向き合い、そして乗り越えるのだ。あ、怖がって逃げ回って二度とバトスピができなくなるくらいだったら、それに比べたら他のことなんて全然どうってことないんだ。俺はもう逃げない。逃げるもんか。バトルアーマーオン。もらった。
あれ？あ、やったー、虎の十二神王だどうだ、やったぞ仙人様、俺やったんだって、え、仙人様、わしには戦えない理由がある。参ったな、こりゃ。シャウシャウ、こいつは厳しい、誰か助けてっちゅうの。シャウシャウ、きっと明日も風は吹くだろう、瞳バトスピ講座。今日はデッキ破壊について教えよう。はーい。デッキ破壊は相手のデッキの上からカードをどんどん破棄していく戦い方だ。そんなことされたら大切なカードが使えなくなっちゃうよ。それがデッキ破壊の怖いところなんだ。どんなに強いスピリットやブレイブであっても関係なく破棄されてしまうぞ。それでデッキがなくなっちゃったらどうなるの？その時はデッキアウト。自分のターンの始めにデッキがゼロだったら相手の勝ちになるぞ。ライフが残ってるのに。それでも勝負あり。ライフをゼロにする以外の勝ち方、それがデッキ破壊だ。よし、僕もやってみよう。バトルスピリッツダブルドライブは楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。